今日朝の波なんですけど、こんな感じでよれてね、まあ決してコンディションは良くないんですけど、まあとにかく今日は寒いです。最近で一番寒いかな。もう手もしっかり痛いぐらい寒いですね。意外にね、今年は暖かいのかなと思ったら、もう舐めてましたね。今日は寒いです。海の中がどうなのか。こういう時は水温の方が暖かいんですけど、やっぱ顔とか出るのでヘッドキャップあった方がいいなって。昨日のね、あのクイックシルバーのサーフハット、あれおすすめですね。頭のとこはね、ちゃんと防犯になってて、耳も耳だけ隠れるから風が当たらないんですよ。まあで隙間があるので、まあめちゃめちゃ風吹いたらちょっと寒いんですけど、ただ音が聞こえるので、ぴっちりやっちゃうとね、音が聞こえないから、まあそれはどっちもどっちっていう感じですよね。あんまり聞こえないとね、ちょっと波の音聞こえないと嫌なので。わあ、でもこんな感じでちょっとコンディション良くないですけど、やるしかないですね。ヘッドキャップなしで行きますからね、耳とか冷たくないのかなと思いますね。昨日もね、もう耳とか寒くなりますからね。だから僕もね、あのクイックのねキャップかぶってきましたけど、やっぱり耳当てしないと。あと頭を温めるっていうことは、体全体が暖かくなるので、寒さがねだいぶ緩和されます。あのこうやって撮影してる時も僕ねフードかぶってんですよ。そうするとだいぶ寒くないんですよね。これで耳がね冷たくなってくると、もうめっちゃ体中寒くなった気分するので。あと手ですね。足はねまだ靴下にブーツ履いてるから手が冷たい。でごつい手袋は用意したんですけど、カメラが触れないので、もうその辺はもうちょっと我慢ですね。バーッと行きます。行きました。ちゃんとしっかりトップから立って、まあ、崩れてるところを越えてワンヒット。あ、いいんじゃないですか。しっかりヒットだけしてアクションできるところまでね、もうあの波を抜けていく感じでしたね。あっと、これいけるのかな。さすがにいけない。行きました。ちょっと小ぶりな波ですが、ここから張ってくる。あ、フローターで前に出ましたね。おっと、行きましたよ。ちょっと掘れたとこから立ってワンターン、もう一発これ入ったらいいんじゃないですか。あっと、2発目が甘かったですね。一発目良かったですね。はい、行きました。ちょっと、あ、おっと、張ってくるとこをね狙ってあのアクションですね。行きましたね。ちょっと、あ、行けるのかな。あ、行きましたね。ここから、あと、はい、行きました。とワンヒット。あ、しっかり掘れたところでヒットできてますね。ココナ選手ですね。あ、やっぱヘッドキャップしてますね。寒いですからね。あー、ツーターンしっかり。あー、2発目前に出たらよかったですね。と行きました。ちょっとたるい感じのとこからテイクオフして、はい、行きますね。あー、やっぱりな、ちょっと早い感じになってきてますね。動いてますね。こっからパドルですね。後ろが崩れる感じでワンヒット。この波いいですね。あ、ツーヒットしっかり前に。あ、いいんじゃないですか。2発しっかり入りました。わー、行きますね。これこっから掘れてくるんですよね。あってきてファーストターンして、でもう一回この掘れたとこにヒット、前に出ろ。掘れてくるようでも掘れるっていう発想じゃないですね。なんか軽いんですけどトップが崩れる、もう難しい波ですね。そこでね2ヒットできれば試合だったら点数が出るっていう感じですね。ここなんでファースト戦、ファーストいい。あ、2ヒット、あ、しっかりいいんじゃないですか。今の良かったですね。これで、あ、いけるんだ、すごいな。でワンターンして、あ、ちょっとショルダーないけど張ってくるのかな。一番撮影寒かったな。一体今何度なんだろう。携帯でね、ちょっと今何度かな。シリとかでできるのかな。今の気温は、今の気温は5度です。5度でした。
ああでも5度なんですね、まだ2度ぐらいかなと思いましたんで、朝は多分ねマイナスとかですよね、車凍ってますから。ああ天使選手ですね、木下晴樹選手。夕方の波は朝よりはねいいのかな、ちょっとサイズが若干上がった感じで、面はいいんですけどよれた感じで、風はありますね。もう陸はめっちゃ寒いです。朝よりも少しマシですけど、朝は寒かったなっていう感じで、海の水はねグローブーズすれば寒くないんですよね。で外が寒い場合ヘッドキャップ、でも若い選手はヘッドキャップしてませんね。サイズはねやっぱり上がってますね、若干いい波選べばね朝よりも良さそうですね。あーなんか思ったより前半乗れないですね。はい行きましたね。あライハ選手ですね、どうファーストイーターンでしたね。はい行きます。あファースト張ってきた、ワンヒットしっかり前に出る。あいいんじゃないですか今の。はい、あ違う、はい行きましたね。ファーストターン、ああファーストターンでそのたるいとこ走ってヒットで、もう一回張ってくるのかな。ああちょっとアクションあんまりできなかったですね。はい行きましたね、張ってくるのかなここでワンタン。ああでもこんな感じが脅威ですね、ワンタンだけっていうのが。お行くかな行くかな、あここから行きましたね。ちょっとたるめの波になってきてワンヒット崩れちゃうんですよね、掘れる感じではないんですけど、やっぱスピードつけてアクションできるところでワンヒットしかない感じですね。スピードつけて大きいアクションができるところでヒットするっていう感じになりますよ、こういう波は。いきます、おワンターンしてもう一発、入らなかった。なんか今日の波は朝よりいいのかなと思ったけど、入ってるうちにどん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 どうだろう、よれがきつくなって、最初の動画とね比べてもらえば分かるけど、これかなりよれてますね。行くかな、あ行きましたね。ファーストダウン、あ今いいとこで、あもったいない、いいとこ当てたと思ったんですけどね、ちょっと苦戦してますね夕方。あ行きましたよ、これ結構セットですね。ワンターン、あー次のセクションないですね。はい行きましたね。あ今度レフト、おっとワンターンしてヒットできるかな、あっと掘れたところで前に出ない、ちょっと難しい波ですね。いや上がってきました、今回はね結構難しかったな。まあでもこういう波でもね試合ありますから、ある意味ね練習には良かったんじゃないかなと思いますね。まあだから難しい波でねしっかり練習しておいた方が試合にはいいんです。ただいい波に乗った方が技術は上がるんですよね、できない技ができるようになって、今度は悪い波でもそれができるようになる。あのバックサイドエアとかでもいい波でずっとバックサイドエア練習すると、あの普通のビーチブロックでも飛べるようになったり、だからやっぱり海外選手でハワイだったりオーストラリアカリフォルニアいい波乗りまくっとる人の方が最終的に上手くなるっていうのはそこなんだと思うんですよね。まあ、スケボーでもねやっぱりコンディションのいい路面で練習したら上手くなったらね、コンディション悪い路面でも上手いっていうのと感じで、まずはやりやすいところで技術をやるのがいいですね。だからバリなんかはね2週間でもしっかり練習したらいいんじゃないでしょうかね。